ハリノキ岳は、富山県中新川郡立山城と長野県大町市にまたがる、標高2821メートルの山。中部山岳国立公園内にあり、後ろ山連峰に属する。大井戸線信濃大町駅の西北西10.4キロメートルに位置し、ハリノキ峠を挟んで、連科学と対峙している。大町側からは、大きな山用の連科学が手前にあるため、 梁の木だけの方がやや標高が高いにもかかわらず、はっきりと見ることができない。ピラミッド型の端正な山陽で、日本200名山及び新、花の100名山に選定されている。東西の主稜線は、同じような勾配であり、白馬岳のような、後ろ山連峰の特徴である非対称山稜は、見られない。高瀬川の支流である籠川の上流部に、日本三大設計の一つ、 ハリノキ大雪景がある。ハリノキけの源流部の馬や久保沢にはカール地形が見られる。山体は農費流門岩型の溶血業海岸からなる。この山が一般にハリノキ岳と呼ばれるようになったのは大正時代になってからである。大正の初めに日本山岳界の辻元光丸が安部にあるハリノキ峠にちなんで命名した。ハリノキとは周辺の谷に分布する。 三山藩の木のことである。富山県側では地蔵岳と呼ばれていた。一方、張の木峠は古くから知られている。天正年間に小牧、長久手の戦いで豊臣秀吉と戦った徳川家康に豊臣方との和睦を破棄し徹底抗戦を主張するため、富山城主の笹成政が浜松城へ面会に行った時、厳冬期のこの峠を越えたとされている。 1584年のことで、成井正のこの行為を、サラサラコへと呼んでいる。その際に膨大な金と銀を埋めたとする伝説がある。大木沢から、針の木設計と針の木峠を経由する登山道が主要ルートである。その下部は、針の木自然遊歩道、トレッキングコースとなっている。後ろ立山連峰の重装時に通過される場合もある。 ハリノキ峠にあるハリノキ小屋1929年、富山英林ン書に認可され、登山案内人組合を結成した、桃瀬慎太郎が9月にハリノキ峠で整地工事を行い、1930年7月にハリノキ小屋を完成させた。和歌山牧水の門下に加えられ、慎太郎が残した言葉、山思えば人小石人思えば、山小石が知られている。 1937年7月に東国宮都市飛行を山小屋に迎えた。第二次世界大戦中休眠状態であった張の木小屋は1955年に慎太郎の長女、桃瀬義江の手で再建再開された。その後何度か増築などの改修が行われ、1996年に改修が行われた後、2005年にはバイオトイレが設置された。 電気はディーゼル発電機を使用し、水は小屋から300メートルほど下からポンプにより、湧水を汲み上げることにより確保している。両線の安部などの登山道には山小屋とキャンプ指定地がある。登山シーズン中の一部期間に友人の営業を行っている。最寄りの山小屋は張の木小屋で、登山口の大木沢駅には一般の宿泊施設がある。 積雪量の多い地域であり、営業期間外には閉鎖される。ハリノキ設計の登山道では、岩梨、大垣すみれ、木の笠草、縦山うつぼ草、姫めいなどの植物が見られる。ハリノキ峠からハリノキ岳の両線は、森林限界を超える鉱山帯で、品の金梅とハイマツの鉱山植物が見られる。ハリノキ岳から東側にある、殿下学の斜面では、 駒草の大群落や青の菅桜の鉱山植物が見られる。新、花の百名山の著者である、田中澄江が、リの木設計とノの木だけを訪問して、代表する花として、リの木設計に咲く日本の固有種である、絹笠草,草を紹介した。陣ヶ岳方面から望むノの木だけから北に伸びる、後ろ縦山連峰、円形は薬師岳から縦山へと伸びる、 両線飛騨山脈の後ろ立山連峰の最南端の山であり、張の木峠を挟んで東に連化学が対峙する。黒べこを挟んで西側の立山の両線と対峙している。以下が源流となる河川で日本海へ流れる。ありがとうございます。